はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。復活の F やっていきましょう。オフシーズンですね、日ハム自体は CS に進んだんですけど、まあおそらく藤村くん上がることがないと思うんで、ないと変わらずです。まったりと進めていきますか。どんぐらいだろうね、こっから。あ、守備40いってたね。こっから春のキャンプ終わりまで進めてどのくらいの時間がかかるかっていうのもわからんのだよね。どうしようかな。総力、そう、なんか総力上げとけばそれ走ってる藤間くん絶対総力上げたくない走り方でしょ。なんか総力上げとけばなんかこうセーフティーバントとかね。あ、おめでとうございます。一応その中に藤村くんの勝ち星もあるということを分かってもらいたいですね。総力上げとけばセーフティーバントができるからさ。オフシーズンについて説明しようと思ってな。どうする、聞かないでいくか。一応今作のマイライフのオフシーズン初めてなんだけど、わかんねえって状態の方が面白いよな。必要ないっす。はい、おめでとうございます。はいはい、おめでとうございます。はい、え、まだ上がれるチャンスあんの、まだ上がれるチャンスあんのっていう言い方だよね。いや、チャンスがあるんだったらもちろん狙うは狙うよ。こんなね、2軍でくすぶって終わるなんてのは寂しいから、少しでも出たいじゃないですか、1軍に。いやー、コメントでさ、もういっそのこと赤糸使えばというコメントがあって、もう悪魔のささやきだよねいやー、今ね、今さっき見てきたんだよね、そのパワープロ、うん、パワーポイントショップだっけ、なんか名前忘れちゃったけど、見てきてさ、でちょっと待ってよ、4人で OK、 はーい、で強制的に、彼女候補と出会うのが、赤糸の効果で、出会うだけだったらいいのかなとも思うし、ただまあアナウンサーに関して言えばちょっともったいないよね、今までやってきたことで結果的に出会えてないというそのこの現状、これがねすごく美味しいのにそこを捨ててしまうわけじゃない、赤糸使っちゃうと。それだよな、せめてアナウンサーは自力で出会うで番号をゲットするはしないとだよねっていう風に今自分に言い聞かせてるからすげえ使いてえよ、だってそれも使っちゃう、俺リリーフに戻れるもん。何、CS ファイナルステージ、はい、いやもう呼ばれないだろうな呼ばれないだろうな。CS ジャイアンツ、おめでとうございます。ん、あ、2チャン負けたんですね。じゃああれですね、もうオフシーズンですねオフシーズンですね。あ、なんかすげえいっぱい拾われてる。おーおー、スナイダー、メンドーサ選手もいなくなっちゃうか。うーん、そっか、真面目に練習してますね。オフシーズンどうしよう、まあスラブはもう決まりなんだ、スラブはもう決めてるんだよね。ただまあ昨日の動画でも確かチラッと言ったとは思うんですけども、どうしようかな、イカ飯や。チェンジアップに手を出すか出さないかだよな。
覚えれはしないわけじゃん。ドンキホーテ久々、フジュンはシーズンが終わったからといって気を抜くなよ。大丈夫、シーズン終わる前からだいぶ気抜いてたから。あ、そんなのあったね、一軍の成績に応じてって。え、じゃああれじゃないの、大幅アップぐらいじゃないの。ほら、ウェイシ、そりゃそうよ、成長できるほどの活躍見せたもの。またその話か、またネチネチ行くぞ俺は。はい、1軍2軍藤村君は2軍かい。はい、どうしようかな。ウェイトトレーニングじゃないウェイト球速スタミナ、あー、いや、いらん、いる適当。よっしゃ、もうごねてごねてごねまくってやっかんな。現在の年俸が1100万でしょ、1500ぐらいいくんじゃない。はい、ちょっと待って、跳ね上がったなおいほとんど2軍だぜ、いいのかい、5100万だよ。いやもう不満ねえけどさ、一応、あ、背番号変更希望できるの、そんななんだ。あ、どうしようかな、18にしようかな、18か1だよな。なぜかここで俺は斎藤佑樹殺しにかかってんだけどいや微妙だよな。1番ってなったら陽大館選手がこのゲーム中でどういう動きをするかで変わってくるよね。もし失敗しても、今22番だっけ、藤村君22のままなのかな。この背番号変更希望って今作から、前作なかったよね、あったっけ。俺ね、0番ってのも好きなんだよね、0番好きなんだよな。俺の好きな番号でいこうかな。エースナンバーちょっと重たいよな、1か0だな。1でいってみようか。はい、何伝えておいてもいい、やっぱり読みます。じゃあ0番好きやから。あ、じゃあお願いします。はい、あ、なるほどね、交渉権の1回がここで失われるわけなんだ、そっか。どうしようかな、登板は少ないし、防御率、あ、今日評価はもうされてるのか、されてなさそうな部分を選ばなきゃいけないってことでしょ。多分エラーとかはないと思うんだよね。あ、エラー見れない、あ、野手記録で見れるのかな。うん、エラーゼロ、一応エラー行ってみようか。多分調べて、お、ほらね、そう、そっか、あと1個なんかやりたいな、かん、なんだろうな、リーグ優勝一応貢献はしたよな、一応だけど貢献はしてるんだよな。なんかやりたいね、勝率、防御率か、防御率あたりいっとこうか。はい、いや、今日年俸に関してはすごく満足ですよ。あ、ミッション選べるの、防御率2点前、あー、ちょっと厳しいかもしんないな。100奪三振オールスター100、はい、
100奪三振だったらまあなんとかなるような気もするけどな。あ、そうか、イエース済まないといけないのか。けどあれだよ、年俸に関しては約5倍になったから月にも5倍ぐらいもらえるわけでしょ。だいたい250万ぐらいもらえるわけでしょ。250万月にもらえればどっかしらの家には住めるんじゃないか。ちびっこ野球教室いいですね。よろしく。なるほど、奥井さん分かりやすいです。グラブは下から上に動かすんだ。ほう、いっぱい練習しないとな。奥井優しいなあ、相変わらずこの将来有望な子がいるっていうイベントはあるんだね。なんだ、すげえのがいるぞ、見てみろよ。今気づきましたが、藤村くんの周りに子供一人もいませんでしたよ。生意気ですな聞き捨てなりませんね。俺人生においても、俺も言ったことねえよ、聞き捨てなりませんね。もうプロでどんな記録を残せるかしか僕は興味ありますよ。素晴らしい。なんていうの国分はじめ、なんていうの、国分って伸ばされてんのかな伸ばし棒かな、あれは。国分はじめとかじゃないよね。頑張れ国分。うわーすごい、896万になって、もう0円になることはないだろうな。お、ファン感謝で。藤村くん本領発揮の場所ですよ。うん、そうですよ、いいよ。俺全員のサインを集めてるんです。いやいやいや、まあ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 、いいですよ。ほう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 、多分あれだよね、7月に1軍に上がってんのかな、この感じだと。6、7、8がそうかな。ちょっと仮に7月だけの成績ね、まあおそらく7月1軍に続けたと思うんだけど、月間の防御率 2.48、 3勝1敗なぜ下げたなぜ下げたんだ。いやもうちょっと来季はもう一軍行きましょう。一軍で働き続けよう。はいはい、よろしく。あ、杉内選手いたいなんだ。あら、岩瀬選手、山井選手も。あら、久志さんがいなくなっちゃうよ。まあなんだ、実際に引退する選手の名前もちらほらあるけど、結構あれですな、がっつりといなくなりますな。がっつりなくなるね。松坂さんが、ちょっと待てよ、これは石井選手がいなくなったっていうのはチャンスと思っていいんじゃないか。その枠、左の枠が空いてるわけでしょ。あ、けど今あれか、今は先発行こうとしてるから。なんだって、よし誘おう。まずは宮西さんでしょ。
ム誘う。そうだね、奥井も誘っとこう。やっぱもう一人は上手な人がいると思うんだね。ということで二神ですね。よし、一緒練習しよう。宮西さんすいません、変なのばっか集まったけど。なんだ、もういいよ、やろうやろう、久々ですね。いやもうもちろん全力です。あれなんかマラソンの後に女の子と出会えるとかなかったっけ。ないか、ないかな、ないな。 See you next season。 はい、よしぞ。まだいらないんじゃない。だとフォークの変化量1上がっただけだもん。キャンプ置き図です。ポジションが怪しいです。平尾です。ポジションが怪しいです。読めません。一塁手です。はい、二軍だろ。これはあれですね、大事なキャンプですよ。あよ、どういう人がいるの。おお、朝山くん、なめ外れた狂犬が素晴らしい。いつ木田くん、バットコントロール。なんていうの、ちひさ、ちくくん、なんていうのかな。よーし、勝負してあげようじゃないの。練習特訓、球種変更で、スラーブがもうちょっとで終わるんですよね。これいきましょうか。まずスラーブにします。よし、とりあえずこれで、当初の目標は達成ですね。でチェンジアップに手を出してみようかなと。球持ちとかまあもろもろ欲しいけどね。あ、クロスファイヤーとかいいね。カットボールも欲しいけどな。これ第2でしょ。第2でチェンジアップ。時間かかる。時間かかる。時間かかるのは分かってたけどな。調子いいですよ。はい、頑張ります。いやいいじゃないの。はお前に何が上がんの。10個のうち半分が知り合いの人からだろう。何が分かるんだお前。お前に何が分かるんだよ。分からないじゃないか。全てファンの方かもしれないだろう。あ、伸びええなんてのがあるんだね。いやちょっとこれはねもう時間かかるけどチェンジアップに時間費やしましょう。で残り1日は休養かな。これやっぱあれかな、ヒット1本も打たれちゃダメっていう感じのオープン戦になるのかな。去年より楽な感じだったらいいな。ミッションが、きついよな。無失点か、無失点か、いけんじゃねえかな。難易度、変わらずです。なりきりでいきますか。いけんじゃねえかな。なんとか頑張りたいですね。コメント読んできますよ。調整中っていうしょうもない3文字が燃え上がってるのなんか笑える。しょうもないよな。しょうもなかった。今日今年はねもう見ることないから。ファ
何イニングぐらい投げんだろう。コントロールどんぐらいぶれる。あ、そんなぶれないかな。投球練習だからかな。あ、スラブ見とこう。あ、いい、素敵。ただな、緩急だよな。じゃあちょっと宮西さんがよくやるやつやろう。これ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 、ボール球から入るやつ。投球は3球目、投げました。1球外してボール、カウントは1ボール2ストライクです。投げました、149キロ直球、空振り三振。打順はトップに帰って藤村、藤村くんじゃないの。第1球投げました、かすりません。おーっと、そういうのやめて、ランナー出しちゃうからランナー出しちゃうからね、そういうのを。第2球直球見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、変化球、空振り。スラーブいいね、今のところすごく武器になってるよ。第1球内角ギリギリいっぱい、ストライク、伸びのあるストレート。第3球を投げた、打ちました。藤村取った、一塁へ送る、ケイ、スリーアウトチェンジ。藤村この回3イニングぐらいかな。先頭バッターはガルシア、初球空振り。投球これから2球目、シュート決まってストライク。投げた、外れた、ボール。まあホームラン怖いよね。ボール平行カウント、次は5球目、ボールわずかに外れました。ボールカウント3ボール2スラブ、空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。投げた、初球はストライク。そうだな、やっぱりホームランだな、怖いのは。見送ってストライク。第3球を投げました、一つ外した。スラーブがいい、すごく使いやすい。打った、ライトフライ、飛距離は出ています、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の岡本、投げました、アウトローを見送ってストライク。いきなり151キロ。第3球を投げました、インコース低め、ストライク。いいね、スラーブ追い込んでいます。フォーク、空振り三振、低めの変化球です。お仕事はですか。2イニングか。1点差に届かず敗れました。とりあえず1周目 OK、 あと2試合無失点。頑張ろう頑張る頑張る、調子はガンガン上げてってほしいですね。そうだね、奥井とスーパーセントいきますか。すごく大事だよ本当に。ここのミッションを達成できるかどうかで変わるからね、2年目の楽しみ方が。スーパーセントいきましょう。やっぱり理想はリリーフピッチャーかな。藤村一皮むけたら栗山さんも食べちゃうんじゃ、かっこ意味深。いや藤村くん皮かぶせて皮むかないとね。あのちさん現実でもお金はたくさん使うのですか。いや使わないですね、基本的にお金を使うような生活をしてないというのもあるんですけど、物欲もそんなにないじゃないし。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは宮崎、投げました。金遣いが荒いとかそういうタイプではないと思います。変化球にキレがあります、打ちました。太田ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球投げました、ボール。第2球投げた、流し打ち、どうだ、取りました、素晴らしい。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番パラ、今日はセンターフライとレフトフライ。投げた、このボールも空振り。第3球を投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、しゃない。奥いる、奥い、奥出てんのかな。宗くん、9番田中、今日は三振とショートライナー。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。ファーストランナーをちらっと見て、第9投げた、ボール。まずはアウトコース高め、初球様子を見てきました。投げた、投球ボール、やられたね。どうだ、盗塁を許します。完璧だよね、このコムの盗塁技術ってのは。3球目ストライク。第4球を投げました、打ちました、ヒットになります。あー危ねー危ねー。を見せました、ファイターズ、なおもピンチが続きます。さあここが試合の分岐点となりそうです。
力で押すぐらいいいんじゃないか。決まってストライク。いきなり152キロ。第2球打った、ライナー破った、ボールは中継、ここで勝ち越しを許します。失敗した早かった。相変わらずここ、これ系のミッション失敗する。初球ストライクから第2球低め、ボール球打った、センター交代、散々だ。藤浦君ごめん、藤浦君散々だな。おい、ツーアウトランナー二塁となりまして、ボクセリ決まった、ストライク、いきなり151キロ、ストライク、これで追い込みました、投げました、空振り三振、最後はキレのある変化球、散々だね。8回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。バッター打ちました、初球打ち、これがヒットになります。ボールが打たれ始めたらもろい。くっそ。くっそ。あ、杉本くんね、ちょっと来年楽しみなんだよな。身体能力すごいもんね。内角低めに送ってストライク、追い込んでいます。空振り三振。今日2本のヒットを放っている厳しいですね。あ、ごめんよ。さあ次の投球、低め外角ストライク、投げた、ストレートはボール、インコース低め、大きく外れました、カウンター打ちました、ヒット、ボールが点々と転がっている。ボールは中継、バファローズ1点入りました、5対2。ワンアウトランナー2塁という場面で奥波第1球、ストレートはボール、わずかながら外れます、決まってストライク、第3球を投げた、完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボール1ストライク、投げた、落ちる球、空振り、追い込んで投げた、ボール、失投が多いですな。投げた、グラブ打ちました、ファール。第7球は打った、ライト前進してくる、ライトへの掴みました、これで2アウト、まだ2アウトか、きついな。第9投げました、決まってストライク、まずは入れてきました、投げました、インコース引っ張った、アルボール。第3球外角低め、スラーブ外れて、ボール、大きく外れました、カウントは1ボール2ストライクです、投げました、ボール、カウントは3ボール2ストライク、投げました、打ちました、ライトの右にボールが上がっている、取ってアウト、3アウト、やられたね。8回のファイターズ敗れました。くっそうまくいかん。調子は悪くないみたいな。失敗か。一軍遠いな。お出かけすっか。あ、お金手に入ったし、なんか買うかい。なんか買っといた方がいいものってあったかな。あ、ブログね、ブログ書くのも楽しそうだね。とりあえず上司に好かれるハウツー本買っとくわ。ノート PC は置いときます。そうだな、寮生活から抜け出したいよな。ラスト、まのちさん、もう少しプロ野球の情報を知ってほしいです。他の動画でも固定概念が多い気がします。はーい、ペナントレースに向けた大事なオープン。藤村みたいな格好したおじさん、かっこファイターズファンよく見ますよ。まあ、藤村くんこう見えて18歳こう見えて18歳だからね、彼は。ファイターズゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは中田、初球を打ちました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って斉藤、第2球投げました、直球決まってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第4球スラブいいな、投げた、もうカウンター2ボール2ストライク、打った、
オールイボールを取る一塁送球アウト。これでツーアウト。今実況はオールイって言ったけど、オールイ選手だと思ったけど、タイミングは合いません。投げたアウトコース低めストライク。第3球を投げたアウトロー。フォークは外れても、これはわずかに外れて、インコース高めいっぱい見逃し三振。ライオンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッター期待の逸材千葉、今日はここまで3打数ノーヒット。期待の逸材だとさ、千葉くん投げたストライク、膝元厳しい球でした。ワンボールツーストライク、変化球空振り三振、2者連続三振になりました。投げた初球に送って、この三振の数っていうのはあれかな、この投球はこれから3球目、あ関係ないか、キャンプ、オープン戦は関係ないのか、投げました、シーズン中だけか。名前かっこいい。伸びのあるストレート、インコース高めストライク、追い込んでから投げました。アウトコース低め、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。さあ5球目打ちました。いい当たり、レフト前、ダメか、クリーンヒットです。ナイバッチ、トモエナイスバッティングです。いや多分もうこのあとワンアウト一つ取って終わりだと思うから、しっかりとインロー見送ってストライク、いきなり151キロ打ちました。1、2塁間のゴロ、セカンドから1塁送球、オッケー。ファイターズ1点差に届く。復活できずか、復活できない時間が長いな。今なんか二神って文字が見えたら、何やったんだあいつ。はい、オッケー、すぐ這い上がってやる。頑張ろうぜ、頑張ろう、奥井。シーズン中に100奪三振、多分2軍1軍合わせてだと思うんですよね。多分どうにかなるんじゃないかな。コメントも少し読んで終わりたいと思います。ちょっと動画自体長いかな、長いかもしれないですね。万年二軍なんだ、今日の俺の結果を読んだ上でのやつかな。マノチさんのマイライフやスタープレイヤーの癖は、試合出たいから誰か怪我しないかなって言っちゃうところ、プロっぽいでしょプロっぽいでしょ。マノチさん、髪は染めましたか。あ、染めましたよ、あのワンポイントですけどね。なんで知ってんの、なんか言ったっけ。あ、あれかな、ラジオかな、グーファンタジーラジオかなって言ったんだっけな。染めました。藤村くん食べちゃいたい、食べちゃって。1回ミッション失敗すると這い上がるのかなりきつくなるんだね。なんとか今シーズン中に復活できるよう頑張ってほしいです。前々回のコメントだからね。最近の間の内さんの動画再生回数伸び悩んでますね。単発動画を久しぶりに見たいです。伸び悩んでるのかな、あんまり気にもしてないですけど。チェンジアップを取る予定だと言っていましたが、リリースや球持ちも取れると比較的楽に三振やカウントを整えやすくなりますよ。まのちさん、お疲れ様です。お疲れ様です。僕は今年受験の学生ですが、緊張するとお腹が痛くなります。まのちさん、痛くなることありますか。そんな時はどうしていますか。あのね、俺も結構緊張でお腹痛くなるタイプなんですけど、俺は大体酸を飲んでましたね。それで結構安心感を得れるというか、という感じでした。で、あと本当に大事な時はまず食事をしないかな。やばい、間の内さんの動画3、4年目でついになまらが映ったなまら使うのか、そっか、なまらを使い慣れてくるとなんまっていう、なまら
ナンマ、ナンマって言い方もします。ついに昨日マイライフでアナウンサーと結婚しました。2年目の冬に結婚しました。すげえな、全然出会えねえ、もしマノチさんが YouTube で今の収入の10倍以上になったら YouTube に専念しますか？ YouTube だけの収益で10倍でしょ。全然します、全然する。もしそっちに行くんだったら本気で YouTube やると思う。俺は大谷よりも藤村の方がイケメンでかっこいいと思うぞ。そうでしょ、いいこと言うじゃないの。高評価。マノッチ焦ってる。2軍のまま終わったら年俸いくらぐらいになるのかも気になる。結構もらえたよね、年俸に関して言えば。そこの評価はなんかしっかりしていて、このままだと藤村くんが2軍の皇帝になっちゃいそうな気がする。なっちゃいそうなのなっちゃいそうなのよ。それは怖いよね、だって今普通に2軍にいるもの。当たり前だよ当たり前のように2軍にいるからね。よし、終わりますか。明日から頑張っていきましょう。いやー、なかなかな、1軍のミッション難しいな。まああれはもうなんだろう、ダメな日だったな、あの試合はな。まあいいんじゃないか、リアルだべリアルだべ。まあこんな19歳になったのか藤村君は。こんな19歳がいるっていうこと自体がなんかリアリティはないけどもさ、なんか残してる成績とか、残してる成績もリアルじゃねえかまあ楽しんでいきましょうか。はい、ということで、終わりたいと思います。明日から2年目ですね。頑張っていきます。終わります。バイバイ。